サンミゲル火山、またはジャパラスティーケ火山はエルサルバドルの首都サンサルバドルから東に 140km 離れた都市サンミゲルに位置する火山である。2013年12月29日に噴火し、多量の火山灰を含んだ噴煙が上空後から 10km まで吹き上がった。エルサルバドルの民間保護当局は警戒を呼びかけると同時に、 予防措置として火山から半径3キロ以内の居住区に住む住民の避難を促した。2013年12月29日の噴火サン・ミゲルの街並みと東山サン・ミゲルスミソニアン・インスティチューショングローバル・バルコネザム・プログラム2017年6月時点 AB エルサルバドルで火山噴火周辺住民に警戒呼びかけ アフプブニュース、http コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ30058122014年7月10日閲覧。エルサルバドル東部で火山活動活発化、警報発令ウィキメディアコモンズには、サンミゲル火山に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。